ういう順番でなってるかがわからないので、はい、そっち先で、はい、では、はい、すみません、まず、エントリーナンバー1番の、フレグラ、城西国際大学、メディア学部クロスメディアコースメディアデザインラボの皆さんが、学校部門に参加させていただきました。いらっしゃいます。あ、いらっしゃいますね。はい、じゃあちょっとそのままお待ちください。はい、続きまして2作品目は、はい、エントリーナンバー2番のあかりジグゾーパズルライティングデザインスクールの皆さんです。はい、ありがとうございます。それでは3番目、はい、5番のつながる伝えるフィラミントン、あのバドミントンの作品ですね。東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科インタラクティブアート研究室の皆さんです。最後は優勝作品1つ、はい、15番いなくならない、東京芸術大学大学院映像研究科、木村恵理子さん、あのこちらは開校記念会館の方での地下で展示していた作品になります。それでは今、呼ばれました皆さん、前の方に、出てきていただいてよろしいですか。で、プレゼンターという表彰状と副賞がございます。はい、まず表彰状を、国吉さんの方から、はい、じゃあ順番に、じゃあまず城西大学、はい、まず城西大学さんから、はい、城西国際大、はい、すみません、失礼します。1番にあります、はい、はい、いつも出て、今回はたくさん出ていただきましたね。はい、すみませんね、段取りが、ごめんなさい。いつもですとね、審査会っていうのを、あの前の日とかね、別の日にやってるんです。今日はその日にやって、その日に表彰式という、かなりバタバタの、スマートイルミネーションアワード2016学校部門において入賞をいたしました。スマートイルミネーション横浜実行委員会委員長国吉直之、おめでとうございます。おめでとうございます。あとパネルが、あ、パネルと、はい、パネルとですね、あと副賞としまして、伊藤園さんから、飲み物1ケース、はい、それとパネルということで目録の代わりに、はい、持ってきてください、お渡ししてください。はい、ちょっと小さいパネルですけどね。はい、ありがとうございます。で、それでは一旦席の方にですね、あ、写真撮りました、大丈夫です。
取る。OK です。はい。じゃあ一度お席の方にお戻りください。では続きまして、はい、ライティングデザインスクールの馬場さんですね。はい。あかりジグソーパズルです。はい、それでは。ライティングデザインスクールの小宮さん、加藤君です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、あとパネルもお願いします。はい、あのパネルと表彰状一緒がいいですね。はい、じゃあ、あのライティングデザインスクールの皆さんにも、伊藤園様より、飲み物を、一箱いただいております。はい、続きまして、エントリーナンバー5番、つながる伝えるピラミントン東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科インタラクティブアート研究室の皆さんです。代表、あ、2人ですかね。はい、はい、どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。つながる伝えるピラミントン東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科インタラクティブアート研究室の皆さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、こちらも、制作支援費ということで10万円と、あと伊藤園様より、飲み物チケース後ほどお渡しします。お席を戻りください。はい、そして学校部門の入賞、最後は東京芸術大学、大学院映像研究科木村恵理子さん、どうぞ。いなくならない東京芸術大学大学院映像研究科木村恵理子さん、どうもおめでとうございます。はい、どうもおめでとうございます。皆さんがあの自分で体を動かしてですよね。はい、自分でやってるのも自分なんです、はい、ダンスも全部ご自分だそうです。はい、おめでとうございました。以上の4つの作品の皆さんには、10万円の、制作支援費と、それから伊藤園様からいただきました、飲み物一箱、お持ち帰りいただきます。はい、じゃあ続きまして一般部門の優勝、3作品となってしまいましたが、これから発表させていただきます。それでは、はい、1つ目、エントリーナンバー7番フミルネーションでよろしいですかね。はい、新川さん、川野さん、安西さん、加藤さん、田中さん、石原さん、大和さんの7人の皆さんですね。どうしましょう、全員いらっしゃいますか。はい、じゃあ、はい、あ、3人、はい、どうぞ前。あの、展示のブロック、展示ブロックのイルミネーションの作品でしたね。はい、では、入試委員長またお願いします。一般部門の皆さんにも入賞には、制作支援金ということで10万円と、あと飲み物を、伊藤園様から頂戴しております。おめでとうございます。はい、秋の作品はスマートイルミネーションアワード2016一般部門に入賞いたしました。フミルネーション荒川優作、新川さん、すいません、新川裕介と新川裕明さん、またお仲間の方、はい、代表して新川裕明さん、おめでとうございます。
2つ目いきましょう。はい、8番光の咲く木、四季谷徹さんとチームゼロアンペアの皆さんです。いらっしゃいますか。はい、とチームゼロアンペアの皆さん、はい、では表彰状とパネルの贈呈です。おめでとうございます。光の咲く木、四季谷徹さんとアキラさん、アキラさんですね、四季谷アキラさんプラスチームゼロアンペアの皆さん、おめでとうございます。14番豊かの海、千田康弘さん、いらっしゃいます。はい、豊かの海、千田康弘さん、はい、大阪橋に行く方の手前の階段のところで、はい、見て展示された作品です。